今日は晴れるのかな？ 6 月8日土曜日、今朝4時半過ぎです。昨日関東地方は梅雨入りしたみたいですね。四国はね、結局昨日梅雨入りの発表なくて、来週以降に持ち越しになったのかな。どうも天気予報、週間予報見たら、今日からまたしばらく、晴れの日が続くみたいなので、例年よりどうも梅雨入り、遅れそうですね。日中はかなりもう蒸し暑くて30度ぐらいの日が続くようになりましたが、朝晩はまだやっぱちょっと涼しいですね。で、今朝も気温かなり低いので、アイスコーヒーじゃなくてあったかいバリスタいただきます。うまい。今朝撮影しているこのカメラですが、リコーの GR3 ですね。GR3 で、レトロ調に久しぶりに動画撮ってみたいと思います。この GR3 ですが、購入してからもうほとんどね、毎日って言っていいぐらい何かしら写真撮ってますね。いつもね、ポケットに入れたり、バッグにね、放り込んで、持ち出ししてるので、何かさっとね、撮りたいものがあったら取り出して、シャッター切ることがすごく多いです。このカメラはね、本当に購入してよかったな。残念ながら、動画でね、4K 撮影できないっていうのが、唯一のネックなんですけど、逆にその 4K 撮れないっていうことで、フル HD で、撮影するんですけど、フル HD で、あえてこうレトロ調だとか、白黒で、モノクロで撮影することで、逆にちょっとね、味のある動画が、作れるっていうことが分かったので、動画ね、撮りたいっていう人にもかなりね、おすすめできるかもしれません。これ1台あればね、どっか旅行出かけたりだとか、こう山に行くときに、写真と動画と両方撮影できるので、すごくね、コンパクトで持ちやすいので、持ち運びしやすいのでね、かなりおすすめできるかと思います。これ愛車のキャンピングカージル520なんですが、たまにね、メンテちょこちょこやったりしてるんですけど、最近ね、気になってたことがあって、そろそろね、ちょっと手を入れようかと思います。というのが、このリアのね、このタイヤの上側、ここタイヤハウスのところに、これドッグライトって言って、ポジションライトって言った方がいいのかな。このタイヤのこの周辺を照らす、これライトなんですが、これのね、調子が最近悪い。スモールライトを点灯させると、本来だったら、こんな感じで、ちょっとわかるかな？ここ今、ポジション、点灯してるんですが、あと、これがフォグなんですけど、点灯してるんですが、これと連動して、ここの、ドッグライトも本来、点灯しなきゃダメなんですが、もうこれ完全に死んでますね。ついてない。前回はね、うっすらとついてたんですけど、今見たらもう全くついてないですね。ついでなんで、後ろのね、ライトも確認ですが、後ろがちゃんとついてますね。それから、これね、左の後ろもダメですね。こっちも完全死んでます。電源自体は、左右ね、独立して、後ろから引っ張ってきているので、だから、やっぱり両方もう寿命になったのかな。LED 球自体はね、そんな高いものじゃないので、もう早速ちょっと取り寄せして、で、届き次第ね、作業しようかと思います。普段から動画編集は、この MacBook Pro の13インチ、タッチバーモデルなんですけど、これに Final Cut Pro を、使って編集してます。で、4K でね、編集すること多いんですけど、Final Cut Pro だったらね、4K 結構サクサクに編集できるんで、気に入ってます。ただ、自分は普段、
Windows 使ってて、この動画編集の時だけね、この Mac 使用してます。なのであんまりね、Mac のことって実はね、詳しくありません。最近ちょっとね、気になってることがあって、このね、Final Cut Pro が、こう編集してるとね、途中固まっちゃって、しばらく動かなくなることがあります。で、まあ、だましだましね、そのまま使ってたんですけど、どうにもね、気になったんで、昨日一旦、Final Cut Pro を削除して、再インストールし直しました。で、まあ、もともとね、いろいろこう設定してたところは、元には戻ったとは思うんですけど、まあちょっと試しにね、今から、今朝、一番撮った、動画を、簡単にね、編集してみようかと思います。今、ざっとね、5分程度の動画編集してみましたが、特に、引っかかりもなく、固まることもなくね、編集できたので、まあ大丈夫かな。うん、このまま様子見します。じゃーん。午前中ね、朝の間少し時間取れそうなんで、コメダコーヒーに来てみました。いやーちょっとね、風がすげえ強いな今日。メニューどうしましょうかね。アイスコーヒーと、あとやっぱり小倉ですね。でね、前回購入したコーヒーチケットがあるのでチケット利用します。このね、期間限定のカツカリーパン、うまそうだな。と、この夏メニューですね。あ、かき氷いいな。アイスコーヒーとトーストはね、オグランで、で一応ね、バター塗ってもらってます。では、いただきます。うわ、めっちゃ冷えてる。いただきます。うまっ。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。というわけで、これから帰って仕事します。お疲れ様です。お店のね、お姉さんに間違われて一気に2枚ぐらい切られましたね。バラバラになった。じゃーん。用事でね、八島競技場にやってきました。で、今日ね、実は大会が開催されてて、ちょっと中に入ります。マスターズの四国大会、今日は仕事なんで、お手伝いなしです。で、明日は中学生の、高松市の総体が開催されるので、明日は朝から1日お手伝いです。お昼少し過ぎたんですけど、競技場の用事が済んだのでお昼いただきます。で、前回来た松の屋さん結構うまかったん で今回は前回に引き続きささみかつ定食にしてみました。お味噌汁とご飯はおかわり自由らしい。それではいただきます。ごちそうさまでした。完食しました。もうご飯のね、おかわりはいらなかったんですけど、お味噌汁が美味しかったんで、お味噌汁2杯目おかわり行ってきました。この後事務所に戻って仕事の続きをやります。で、この後ね、今日はおそらく撮影できないと思いますんで、本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。